あ、そっか、さっきまで防砂の、あの防風のになる松があったんでね。いや、松のあるなしで結構変わるもんですね。あ、だからやっぱ防風用にあの松を食って、砂場のところにね、海岸沿いに松を植えるって有効なんだ、うん、お、あ、特急が走ってく。あれは特急橋立てかな、天の橋立て行きの多分特急ですね。さあ、バッテリー交換も終わったんで、よかったよかった、ちょうど特急走ってくところを取れましたからね。いやー、あー、結構汗かいてるね。汗かいてるとね、風があるとね、気がしてくんでね、まだいいんですよね。ちょっと浜がある、ここをオバマと名付けよう。実際オバマがあるのはもうちょっと鳥取寄りでしたっけ、オバマちょっとありますね。あ、こんな感じね、商店橋、大店橋でこんな感じね。第二商店橋、なるほどね、こんな感じなんですね、で、ここを しまった、日差し出てきたね。あ、ちょっと水分補給しよう。できましたけどね、この上も歩道で渡れるんですね。なかなかハードですね、ここ渡っていくのは。今回海沿いのマイクだけなんで、あそこの長いのは走らんで良さそうですね。で、このまま海岸沿いをずっと、行けるみたいですよ。ここだけ切り取ったら南国っぽい、南国感、結構海きれいだから南国感出てないかな、無理あるかな。でもいいですね、ビーチロードですよ、海岸線をね。人いねえからちょっとマスク外させて、さすがにね、熱が逃げないんだよね、不織布だとね、本当に。問題はここからですね、戦利品があるだけにね、一回車戻りたい気もするんですけど、さすがに一回闇を戻ってもう一回ね、法廷戻してっていうと相当大変なんで、やり口としたらもう網の戻るんだったら網のから福知山まで、車で走ったってね、福知山でコインパーキングがどっか止めて、でそこから豊岡に行くんですけど、その福知山から豊岡に行っちゃうんだったら、もう山陽本線使った方のが良くなっちゃうんで、さすがにちょっとね、それだと何のための一日乗車券や、まあ、もう元は取れてるんですけどね、とはいえさすがに何のためのやつやってなってしまうんで、風があるけど、まあまあ日差しもありますからね。あら、いけない、海を映さないと。まさかあんなところにキッズ向けプールがあるって聞いてねえからね、さすがにカメラ持ってて怪しいじゃん。大丈夫、外は映してませんからね。ああ、ついで音楽鳴ってるからやべえ、ジャスラックだ。
ジャスラック警察が来る。まあうちのチャンネルはね無害ですけど、どうせ広告も下手くりもない。あーいやー待て、あっちにあるニコ動の方でね会いますかね、おつけさんと。そうだ、あっちもジャスラックに引っかかるんだ。あダメだ、これからちょっと気をつけないといけないわ。おう、今までみたいにあんま無防備にできないですね、うん、なんだんだ、はあ、いやあっちだ。あでもこれがと縦貫道なんだ。これ走ってきたところ、あ、もうちょっと先にね、あ、なんかでっかい牛久さんがおる。走ってる、どこだ、あれね、でっかい浮世さんいますね。よいしょ。まあね、やっぱ浮世さん大事ですからね、観光においても浮世さん大事ですからね。下手したら浮世さん人気強すぎて、本家のガンビアベイちゃんがワンちゃん人気投票やったら抜かれそうで怖いですからね。トトマート、寿司飯、寿司飯、いいな、なるほどな、そういう誘惑も待ってるか。海の京都、うちの、いいな、海鮮丼、朝5時からやってんだ。ちょっと見てこか。トトマート、あーいやー暑いし、ちょっと食堂街2階、あー入ってこうかな。あめっちゃ綺麗や。あそんな綺麗な建物で2つあるのか。こっちにも食、こっちにも食堂街入ってんだ。でこっちはこっちで漁師町トトですね、お魚めっちゃ綺麗。あ、10時から開いてんだ。ありがたいですね。こっちがレストランになっとって、こっちも中レストランなんだ。で、ここが向こうで乗った先、あ、食堂とかはある感じか。こっちは、あ、こんにちは。あ、こっちもこっちで海鮮丼があったりする感じなんか。なるほどな、こっちの方なんだ。絶対綺麗やし、ちょっとこっちにしてみようかな。